DJ サイレント MC プレイプレア、うん、シカノゲイ桜坂スキャンドゥスターシップ。アジアの島国、大陸から見れば神風武士の国、白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道、弱い優しさがうしかないなら力つけるそれしかないから、嘘本当見分ける左右の目、未だ分からぬ自分の左右の目、見捨てないで神は見捨てて。それであれですね、あの暴走族になってもうしょっちゅうなんかナイフとかで人刺したりとかいろいろして、で車屋になってドポンチュ、ずっとドポンチュで、うん、なんか薬自分より詳しいですからね。でそうですね、あの何でしたっけ、そのコカインでフリーベースハマ、フリーベースって分かります？フリーベースってあのアメリカで社会問題になってるクラックコカインのことですけど、そのコカインを精製してクラック状にして結晶にしたのを水パイプで吸うんですね。それがやっぱ何ですかね、やっぱ最高のドラッグって言われる、アメリカでそれでみんな犯罪が起きて、そのクラックコカインのために銀行強盗が起きるぐらいのものなんですね。でそれをずっと落合君はやってて、でお父さんの運送会社も売っちゃって、家も全部売っちゃって、で男兄弟3人なんですよ。で3人で1年間であのフリーベースだけで23億使いましたからね。だからこの落合文彦っていうのが日本にそのコカインの法律を作ったんです。日本初ですから捕まったので、それもあの九州の方に不良にはめられて、羽田空港で取引の時にあのチンコロされて、で警視庁とカーチェイスやったんですよね。で車から全部コカインぶん投げて、でそれをおまわり拾い集めてきて、そんで起訴になって、でおまわりもそのほら覚醒剤とかだと思うじゃないですか。でその検査の方法も分かんなく、まだその日本にそんなコカインなんてないわけじゃないですか。で FBI の方とねやり取りをして、それはコカインっていうのが分かって、で初めて日本にそのコカインの法律を作ったのが落合文彦ってやつ。それまで法律なかったんですか、コカイン。ないですよ、自体がないから。はい、その時の新聞の切り抜き未だに残ってるから、今度持ってきてここに写してあげますよ、うん、そうですね。コカインってやっぱ悪いんですか、アメリカで。だからそのクラックにしないで、例えば鼻から吸ってる分にはまあそんなにね、一瞬聞いて長く聞いてないんで、ただね、やっぱこの軟骨は溶けてきちゃうんで、自分も鼻つながっちゃってるんですけど、落合文彦もこうやっぱつながっちゃう、ね、であんまりやっぱやってると痛くなるんですね。だからみんなそうやってフリーベースとかになってきちゃうんでしょうけど、自分の場合は前も映画とかでも説明してると思うんですけど、そのコカインに関しては、スカーフェイスって映画があるんですけど、それに憧れて、もう俺はあれ以上になりたいっていう、やっぱ若いから頭もそんなに賢くなかったし、まだ24、5ですかね、5ぐらいですかね。でまだ日本のそういう不良の人たちもそのコカインっていうのをやったことない人ばっかじゃないですか。でまあ自分はそういうコネを作るのすごいうまいんで、あっという間にそのコカインのルートを作ったんですね。でその頃はやっぱ新宿で作って、で新宿にの垢抜けないってことで、自分は家を渋谷に引っ越したんですね。で何ですかね、日野翔平さんとか角田博さんとかが
いる辺のとこに自分住んでたんですけど、でそこでまずスカーフェイスの映画を見て、そのコカインを山積みに置くテーブルを探さなくちゃいけないで大理石のテーブルを探しに行ったんですね。でかい、ちょうどこんくらいですよ、こんくらいの大理石の低いテーブルを買ってきて、まず部屋に置いて、であの時そのマンションの家賃が85万ぐらいだったんですね。で駐車場が20万ぐらいだったんですよ、その下の駐車、ちょうどバブルの時代もあったんですけど、でまあ部屋も 1LDK だけど、リビングが35畳ぐらいあって、すごい垢抜けた部屋だったんですよ。そこの真ん中にそのテーブルをドンって置いて、まあはい、テーブルは来ました、だけどそこに山積みにコカインをしなくちゃいけないわけじゃないですか。でその山積みがどんくらいの量が必要なのか分かんないわけですよ。で最初2キロぐらい持ってきても、なんか小山ぐらいにしかなんないですねでなんだよってなんじゃないですか。そのうちにちょこ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 集めてきて、本当に山積みにしたんですよ、もう毎日山積み状態、うん、そうすると落合君とかが平塚から来るわけですよ。でそのテーブルみんなに座って、みんな そこでみんな吸って遊んでいくわけですね、うん、で落合君と、お父ちゃんちょっとお土産もらっていくよとか言って、お椀でしゃくって持ってったり、はい、でそのスカーフェイスのね、映画でテーブルの上に並んでるよりも俺の方がいっぱいある、それでもうなんかもう満足しちゃったんですね。でその頃にじゃあもうこれもういいやっつって、今度それをバイの方に、売る方に行って、でやっぱもちろん歌舞伎町の親分連中とかにも結構出したりとか、大阪持ってったりとかしてて、うん、で結構行く、持っていくと結構なんですかね、神様扱いじゃないけど結構接待してくれて、結局自分からしか買えないじゃないですか、うん、あれで結構お金稼げましたね、うん、そうですね、あれはそんくらい行きましたね。だってあの頃グラム2万円で売れましたからね、うん、そうです。そんでやっぱ溶かして打つんじゃなくて鼻から吸うもんなんで、すぐなくなっちゃうんですね、 100g ぐらいが。で吸ってもボンって効くけどすぐ冷めちゃうんですよ。だしょっちゅうしょっちゅう吸ってるからすぐなくなっちゃうんですね、うん、なります被害妄想みたいな、あとテンパったりしちゃうんで、はい、うん、そうですね、まあ一通りやりましたね、うん、でもアメリカ行くとみんなコカインは普通に何ですかね、こんなちっちゃいガラス の瓶みたいのなんですけど、カクンって一回ひねると一回分が出るんですね。それをこういうところにピュッて乗っけてで吸うんですよ、うん、で自分たちそんなんじゃ効かないから、テレフォンカードって昔あったじゃないですか。でこの山積みになってるのをテレフォンカードでカットして粉状にするんですね。本当にこんな太いラインこんな引いて、それ一気に片側だ2本引いて、もう本当に1センチぐらいのラインを本当このくらいの長さ引いて一気にダーって吸って、死なないですか？全然死なないですね。だんだんやっぱ何でもそうですよ、ヘロインでも何でもどんどんやってるうちにやっぱ体が強くなっていくんで、量が必要になってきちゃうんですね、うん、慣れた人が、はい、でただコカインは心臓に来るんで、心臓弱い人は結構気をつけた方がいいかもしれないですね、はい、でもダメですもんね、法律で。そうですね、そうですね、あコカインはアメリカでも禁じられてるし、やらない方がいいです。そうですね、うん、
それは昔の話ですね。